ールドマリー、泣いているのですか？神竜様、恐縮です。可愛い涙が止まらなくて恐縮です。何があったんですか？よかったら話してください。わかりました。ズバリ言いますけど、私モテるんです。え？老若男女を問わず信じられないぐらいモテるんです。でも神竜様、あなただけは例外で全くなびいてくれず、私自信がなくなりました。それで涙が、宝石のような涙が止まらないんです。なんだか知らないうちに傷つけてしまったようで、すみません。謝らなくていいです。ただ教えてください、神竜様の気はどうやったら引けるんでしょう。私の気を引こうと頑張らなくても、あなたは自然体で十分に魅力的ですよ。魅力的？神竜様も私のことを魅力的だと思っていてくださったのですね。当然ですよ。誰もがあなたを魅力的だと思っています。だから私の気を引こうと思わずに、どうか肩の力を抜いていてくださいね。どうしたのですか？ほっとしたら涙が。せっかくなので、もう少しだけ可愛い泣き顔を見せつけてから去りますね。どうぞ。喧嘩は先手必勝。敵の攻撃を受ける前にこちらが攻撃をすれば勝てるでございますです。そのために必要なのはこれです。お瞬発力。お瞬発力。相手に先手を取られた場合でもこれさえあれば攻撃を避けられるでございますですわ。なるほど。神竜様、何か疑問がありますですか？パネトネは貴族の霊嬢のようなのに喧嘩が得意なのは意外だと思いまして。ま、隠す必要もありませんですわね。私はお貴族様ではございません。それどころか昔めっちゃくちゃに荒れていたでございますです。え？私の両親は最低最悪でございました。実の子の世話すらせず遊び歩いてばかり、主君である姫様に勧誘されるまではほぼ一人で生きてまいりましたです。喧嘩の腕はその頃身につけたのでございますですわ。苦労が多かったのですね。今考えれば逃げだったのかもしれませんが、家出したおかげで今がありますですわ。パネトネの昔話もっと聞かせてください。その時の経験や知識はきっと役に立つものばかりだと思います。そう言っていただけるなんて嬉しいですます。過去の苦労が神竜様のお助けになるならいくらでもお教えいたしますですわ。パンドロ、すみません。悩んだのですが、食事会は遠慮しておきます。予定が合わないのであれば仕方ありません。また次の機会にでも。いえ、予定の問題ではないんです。ではなぜ？パンドロは私を信仰対象と言ってくれますが、私が直接何かしたわけではありませんので、皆さんとお話をしたらがっかりさせてしまうかもしれないと思ったんです。神竜様を悩ませてしまったのですね。ですがそんなことは杞憂です。現に俺は幼い頃あなたに救われましたので。パンドロが私に？でも私はずっと眠っていて。両親は聖職者とは言えないような人間でした。俺と妹を捨ててどこかへ消えてしまったんです。それでも俺が立ち直れたのは教会で司祭様から秘密のお話を聞いたから、
聖地ソラネルには眠り続ける神竜の巫女がいる。巫女はいつか目覚め世界を救うのだと。今辛いことがあってもいつかは救われる。俺はそれを励みにしてきたんです。この話は嘘か誠か不確かなものでしたけれど、敬虔な信者たちは皆信じていた。あなたの姿だけでその話が本当だとわかるのです。神竜様が皆を失望させることなど絶対にありません。わかりました。パンドロがそこまで言ってくれるのなら食事会に参加させてください。ありがとうございます。皆喜びます。ここは私の秘密の場所ですの。時々一人で遊びに来るのですわ。エーティエ氏は花畑がお好きなのですかな。私はフィレネの花畑の里の出身ですから、花に囲まれていると元気になれるのですわ。いいですな。何がですの。失礼。エーティエ氏の生まれや育ちを想像し少し羨ましくなりました。私めとは似ても似つかない感じがして。そうなのですか。私めもあなたのように生きてきたかった。ユナカさんなんてちょっと言ってみただけですぞ。ユナカさんがどんな人生を過ごされてきたのか私には想像もつきません。ですが筋肉は嘘をつきませんわ。私はユナカさんを、その生き様を尊敬いたします。エーティエ氏、この花を見てください。私の故郷が原産です。綺麗な花ですな。花言葉は憧れ。私たちにぴったりかもしれません。まさにそうですな。これで花冠を作ってお互いに贈り合いませんこと。私の国では本当に仲のいい友人が花冠を作って贈り合うのです。お互いの末永い幸せを祈って。素晴らしい。ぜひやりましょうぞ。ディアマンド王子、あなたに見せたいものがあるの。これは以前渡した鉱石の首飾りか。そう、あなたからもらった鉱石を加工して簡単な装飾品にしてみたのよ。実に見事だ。イルシオンでは美しい鉱石は取れないけれど、工芸品を作る技術ならあるのね。えディアマンド王子、力以外でも国を豊かにする方法はいくらでもあるんじゃないかしら。私あなたから鉱石をもらって少しだけ勇敢になれた気がするの。だから今日このことをあなたに伝えに来られたわ。礼を言う、アイビー王女。こたびは一国の王子として。ブロディア王国の体質を変えるのは簡単なことではない。だが戦争で利益を得たところで、それが尽きれば次の戦争を生むだけだ。そんなことを続けていていいわけがない。変えなければならないんだ。ブロディアとイルシオン、二国の文化が融合したこの首飾りを見たら希望が見えた。約束しよう。ブロディアは私の代では平和な統治をしてみせる。ディアマンド王子、その言葉しかと受け止めたわ。もちろん私たちも全力を尽くす。もしブロディアと和解ができたら、その時はイルシオンとの交易路を作りましょう。イルシオン王国にブロディア王国の鉱石を輸入させてちょうだい。この首飾りのような商品を作ることができれば、お互い争わなくても利益を得られるだろうな。いい案だ。実現したら素敵ね。実現させてみせるさ、アイビー王女。友として握手を交わそう。
この世界を平和にしていくために。喜んで、ディアマンド王子。隣国同士分かり合うための第一歩として。フォガート王子、私たちって似ているとは思いませんか？そうなんだよね、俺もそう思ってた。見た目も性格も違うのに、なんか妙にお互いのことは理解できる感じじゃない？ええ、同感です。まあ考えてみれば、立場的な話から同じなんだよね。俺たちはどっちも王位継承権の筆頭は他にいるでしょ？そうですね。ですから幼少期より王を支える存在になりたいと願っていました。同じ同じで、自分には何ができるかをすごく考えてた。姉さんを支えるためにはあの人より強くなきゃダメだ。だから姉さん以上に手合わせに励んだし、城の外に出て問題を解決して回ったよ。やはりそうなのですね。私の場合、病弱な兄を支えるために剣術と魔法の腕を磨きました。でもひどいんですよ。鍛錬を続けて支える力がついたと思った時には、兄はすっかりお元気そうになっていて。それは嬉しいやら悲しいやらだね。うん、やっぱり似てるよ俺たち。私もフォガート王子も兄弟を愛し、自国を愛しています。で、その愛する対象を守るためなら、俺たちは鬼になれる。ええ、平和的な手段でないことも躊躇なく行います。よかったよ。俺たちはお互いの怖さも知ってるってことでしょ？ですからソルムと争うような道は決して歩みたくありません。これからも仲良くしようね。信頼できる仲間としてさ。ええ、フォガート王子、理解し合える仲間として歩みましょう。おお、そこにおわしますわ。フィレネ王国のセリーヌ王女ではないか。息災であったか。これから与党茶でもしばこうではないか。花月はいつも元気そうね。もちろんじゃ。今日も今日とて一気昇天、世の意気込みはあり余っておるぞ。でも残念だけれど、ついさっき紅茶をいただいたところなの。また今度誘ってくれると嬉しいわ。それは残念。なら手合わせでもどうじゃ。茶の後には適度な運動というじゃろ。さあ一戦お相手願う。むむ、何か面白いことでもあったか？だってお茶に誘われたかと思えば、次の瞬間には勝負を挑んでくるだなんて。一国の王女にそんなことする方なんてなかなかいないわ。花月って面白いわね。褒めても何も出ぬぞ。お茶も手合わせも今は遠慮しておくけれど、また今度ゆっくりお話ししましょうね。ああ、もちろんじゃ。ヨとセリーヌ王女はもう友達じゃからな。え、そうね。私たちはお友達よ。また会ったわね、クロエ。今日も屋台のお料理を召し上がっていたの？ええ、揚げたカエル、とっても美味しいわ。シトリニカもどう？今はお腹がいっぱいだから、ありがとう。ねえ、クロエ、あなたも裕福な家の出なのよね。そうね、一応は公爵家の霊嬢ということになるのかしら。そう、では同じようなものね。私も貴族、それも王族の親戚だったから、子供の頃から何不自由なく育ってきたわ。でもシトリニカ、
ねえ、クロエはどうやって進化になったのか教えてくださらない？私は騎士の試験を受けて、それに合格して採用されたわ。ああ、素晴らしいわ。クロエは進化に見合う腕をお持ちなのね。シトリニカだって国は違えど王族の進化じゃない。私は親戚つながりで進化になれただけ。実力で勝ち取ったわけではないの。そのことに負い目があるの？身の丈に合わない現状を憂いて自分だけが苦しむのは構わないわ。でも私に力がないことで誰かが危険な目に遭うかもしれない。それを考えると少し思うところがあるわね。そうだったのね。ごめんなさい、また大切な用事があるから行くわね。ええ、話してくれてありがとう。またね、シトリニカ。綺麗な泉ね、アンバー。ほら、水も冷たくて気持ちいいわよ。ああ、そうだな。でもこれは若返りの泉じゃない。大丈夫よ、アンバーはまだまだ若いんだから普通の泉でも問題ないわ。そういうことじゃない、俺は若返りの泉を探しに来たのに。まさかこの地図が偽物だったなんて。ああ、なんてことだ。アンバー、そんなに落ち込まないで。どうしてクロエは落ち込んでないんだよ。若返りの泉ではないけれど、私は美しい泉を見られて満足よ。もしかしたらおとぎ話に出てくる若返りの泉の元になった場所かもね。まあ確かに綺麗な場所ではあるけど。そうでしょ、だから落ち込まないで。ほら、お弁当もあるわよ。本当か、さすがクロエだ、用意がいいぜ。綺麗な景色に美味しいお弁当、まるで小旅行みたいだ。わーい、わーい。もしかして最初からそのつもりだったのか、伝説を追う冒険じゃなくて。どちらでもいいじゃない。まあ今となってはそうだな。じゃあいただきます。はい、どうぞ。お魚の干物の目玉だけ弁当よ。ギャー、珍味弁当なのかよ。ユナカ、ちょっといいかな。メリー氏、さっきの手合わせだけど、ああいう態度はちょっと良くないんじゃないかな。と言いますと？手合わせは殺し合いではないだろ。開始すぐに僕の首を狙ってはい終わりだなんて、もう少し余裕を持っておおらかに取り組んでほしいものだ。少子、失礼ですがその申し入れは却下ですぞ。何？メリン氏は戦闘中にご自身に陶酔し、長々と口上を述べられておりましたな。かっこよさだの、美だの、華麗だの、なんだの、その隙に攻撃してくれと言わんばかりの行為でしたぞ。相手が私めだったから小さなタンコブで済んだものの、本物の敵だったら今頃は。そんなことは分かっているさ。ただ僕はちょっと試してみたかっただけで。本番で使えない決め台詞など試す意味ありませぬぞ。言いたいことはわかるけど、手合わせの時ぐらいいいじゃないか。戦闘中にかっこいい台詞を言ってみたいんだ、特に長いやつをね。仲間なんだから言い終わるまで待てるだろう。いいえ、戦いをなめてはなりませぬ。メリン氏は騎士としてわきまえていると思っていたのですが、私めの見込み違いでしたな。これにて失礼。ユナカメ、確かに君は正しいさ。でも ユナカ、あなた
今度の町の会議で何をするつもりなの？何の話でござるか？知っているのよ。あなたがブロディアの有力者が集う会議の詳細を嗅ぎ回っていることは。え？ブロディアの国も民もみんな私の宝物。下手なことをしたらただじゃ済まないわ。待ってくだされ、何か誤解されているのではないかと。そうかしら。そもそもあなた本当は何者なの？素性を偽っているわよね。それは答えられないわよね。だってあなたの正体はブロディアの暗殺者だから。私なんかに見抜かれるとは思っていなかった。私は物知らずに見えるかもしれないけれど、国を愛する気持ちは誰にも負けないわ。調べはついているの。白状しないならみんなに話すだけよ。おっしゃる通り、私めはブロディアの暗殺者でした。ですがそれは過去のこと。そのようなことからはもう足を洗っております。どうかしら。本当です。せめて話だけでも聞いていただきたい。わかったわ。では日を改めてじっくり話を聞かせて。でも覚えておいて、大事なものを守るためなら私は鬼になれる。本気で危険を排除するわ。はい、覚えておきます。ついに勝負の日だね。調子はどうだい？それがどうしたんだい、暗い顔して。非常に申し上げにくいのですが、いい魚が手に入らなかったのです。そうか、残念だったね。私はこの通り幻の魚を手に入れた。そんな、戦う前に勝負ありではないですか？そんなことはない。不公平にならないようあんたの分も持ってきたのさ。え？私は不公平なことが嫌いでね、自分だけいい魚を使うなんてことはしたくないんだ。ザフィーアさん、なんと素晴らしいお方。あなたの清らかな行いに心が洗われました。ですが私は料理だけではなく清らかさでも負けたくない。というわけでザフィーアさん、これを差し上げます。これは？なかなか手に入らない高僧たちです。私だけ使ったのでは不公平ですから。これは珍しい構想だ。あんたいい女だね。気に入ったよ。今日はとことんいい勝負にしよう。あんたとなら燃えそうだよ。ええ、私もそう思います。負けませんよ。服の数は無限大。おしゃれな組み合わせはひとしたい。ミスティラ王女、楽しそうな歌ですね。だって今すっごく楽しいんだもん。お互いの服を選ぶなんてワクワクするよ。フランはもう選び終わったの？はい、準備できてます。私もこれで決まり。選んだ服を見せてちょうだい。私がミスティラ王女に選んだのはフリルのついた可愛いドレスです。うわー、かわいい。よかった。この生地が分厚いのがいいんですよね。生地が分厚い？ミスティラ王女はいつも身軽な格好をしてますから、こういう服装もいいかなって思って。うーん、そうか。ミスティラ王女？あ、ごめんごめん、いいと思うよ、もちろん。次は私が選んだのを見てもらえるかな。じゃーん、カラフルなローブ。あ、かわいい。
珍しい染料で染めた軽装ローブに色とりどりの装飾を合わせたものよ。すっごく好みの色です。それに動きやすそうでいいですね。そうでしょう。フランには軽装が似合う気がするよ。って、あ、大変。どうかしたんですか？大事な用事があったの忘れてた。私もう行かなくちゃ。ごめんね、フラン。この埋め合わせは必ずするから、今日はお先に失礼するわ。行っちゃった。ミスティル王女、なんだか様子が変だったの。私の選んだ服が好みじゃなかったからそれで帰っちゃったのかな。この間の練習どうだった？何かでございますですか？ほら、つつましく歌の練習をしただろう。苦情とか来なかったかい？それでしたらご安心を。何の報告も届いていないでございますです。それならよかった。心配していたんだよ。いや違う、それじゃダメだ。え？騒音だと言われてこそこそ練習しては苦情が来なかったと胸をなで下ろす。全然かっこよくない。歌が上手くなればそんな心配いらないのに。確かにその通り。こんなこそこそ生きるのはミスティラ隊らしくないでございますです。こんなことが姉さんに知れたら泣かれてしまうでございますですわ。そんなのダメだ。姫を泣かせたりしたら僕は生きていられない。私もでございますです。でもどうやったら歌が上手くなるのでございましょう。こうなったら姫に助言してもらうのはどうだい？姉さんに？ただし今度は真面目に助言してもらうんだ。個性的とかいうのはなしで。それは明暗でございますですね。ぜひそういたしましょう。まさか昼食のおにぎりを落とすとは。よとしたことが。なんたる不覚。これから大事な要件があるというのに、もう倒れてしまいそうじゃ。もしかしてお腹が空いているのかい？だったら僕の持ってるお菓子を食べるといいよ。そなたはメリン、世のことを助けてくれるとはまさに感慨無量じゃ。ありがたく施しを受けよう。うん、召し上がれ。これは甘くてうまい。力が湧き出るようじゃ。すごい食べっぷりだ。よっぽどお腹が空いてたんだね。ごちそうさまちゃった。メリン、感謝するぞ。これなら全力でミスティラ王女と戦えそうじゃ。え？我が姫と戦うだって？ダメダメダメだよ、そんなことは。なぜだ。強い相手と戦うのは楽しいぞ。世もそれなりに強い。ミスティラ王女も喜ぶじゃろうて。違うよ。ミスティラ姫の進化として彼女を危険にさらすようなことは許可できない。なんじゃ、お堅いやつじゃな。助けた相手が我が姫を狙っていたとは。僕の騎士人生一番の不覚だ。どうしても我が姫と戦うというのなら僕を倒してから先へ進むんだ。望むところじゃと言いたいところだが、恩をあだで返すのは不遂じゃの。わかった、メリン。今日のところは引き下がるとしよう。そう警戒するな。嘘はつかぬ。ミスティラ王女との対決は今度の楽しみとしようではないか。